ドローン情報基盤システム2.0、DIPS2.0 について話したいと思います。はい、どうも、サラクールです。今日は2020年11月19日土曜日になります。 今日の話題なんですが、ドローン情報基盤システム2.0、DIPS2.0 について話していきたいと思います。今ちょうどですね、メンテナンス中なんですけども、こちらですね、DIPS2.0 のことがちょっとわからないという方もいらっしゃったので、今回はですね、そちらの方を話していきたいと思います。で、その前にですね、私のチャンネルではメンバーシップの方やってますので、そちらの紹介させていただきます。 月額290円でとりあえず応援したいというコースと月額690円で質問したいノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースでは2020年12月から始まりますドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回で行っております。 そのうち第2回目のところを一般公開しておりますので、そちらを見ていただいて、もしですね、他の回も興味がある方は、ぜひメンバーシップの参加の方よろしくお願いします。メンバーシップの参加の方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくと手続きの方をすることができますので、ぜひともよろしくお願いします。以上メンバーシップの紹介でした。では本題の方に行きたいと思います。 今回の話なんですけども、ドローン情報基盤システム2.0、DIPS2.0 について話していきたいと思います。まあ、こちらですね、まあ、新しくなって、まあ、どういうところがね変わったかというですね、質問を何回かですね、受けたことがございますので、今回は、こちらですね、今ちょうどですね、リニューアルしているところなので、そことこにですね、分かりやすい資料というもの、これはですね、これ交通省から提供されている資料なんですけども、そちらの方を見ながら説明の方を、ね、していきたいと思っております。 ではですね、えー、早速なんですけど、見ていきたいと思いますよろしくお願いします。はい、まずですね、こちらが無人航空機の登録のところのお知らせのところのページになっているので、まずこちらからちょっとね、えー、見ていきたいと思うんですけども、こちらですね、おととい出ているお知らせなんですが、2022年11月17日、ドローン登録システムリニューアルについてというですね、お知らせが来てまして、こちらの方ですね、えー、詳細はこちらというところで、こちらの方にですね、説明がされております。 今ですね、ちょうどですね、リニューアルされているところでメンテナンスに入っております。11月18日からメンテナンスに入っていて、11月20日の夕方ぐらいまでメンテナンスに入っているというようなですね、感じになっております。で、こちらにですね、書いてある通りなんですが、令和4年2020年12月からの新制度に対応するため、無人航空機にかかる各オンライン申請の窓口が統合され、ドローン情報基盤システム2.0にリニューアルします。 え、いうことになってます。で、12月5日以降は、新たに公開されるドローン情報基盤システム2.0のトップ提示からアクセスしてくださいということになっております。で、今回話す内容はこちらのですね、詳細のところですね、話していきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、国土交通省の説明資料になってます。ドローン情報基盤システム2.0、通称 DIPS2.0 とはというものになってます。 でこちらですね。ドローン情報基盤システムとは、無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とするシステムです。令和4年2020年12月の技能認証や機体認証等の新制度開始に向けて、新制度に対応した時期システム、ドローン情報基盤システム2.0の整備を進めており、令和4年2020年12月にかけて、段階的に現行システムから移行を進めています。 え、いうことになってて、こちらがですね、え、ドローン情報基盤システム2.0でできることということで、今まではですね、えー、バラバラだったんですけども、まず新制度ですね、え、技能認証、機体認証、型式認証など、新制度で追加される各新続きに対応したものが、まずこのですね、DRPS2.0 に取り込まれます。 ということと、あとドローン情報基盤システム、登録機能、通称ドローン登録システム。これはですね、登録機体情報を各申請時に点検したものになんですけども、これもですね、取り込まれるということになっています。 で、今まであったですね、ドローン情報基盤システム、飛行許可承認申請機能、通称 DIPS と、ドローン情報基盤システム、飛行情報共有機能、通称 FISS。こちらもですね、申請度に伴って申請事項の変更に対応して、こちらの方に取り込まれるということになっています。れにですね、それぞれのページで DIPS2.0 法はですね、できつつあります。こちらの方が書かれているものですね。DIPS2.0 方もですね、できるようにはなっています。ただ今の場合は、現行システムと併用という いうようなな形になっております今まではですね、各システムごとに ID とパスワードを異なって管理が面倒だということだったんですけども、これがですね、一つにまとまります。皆さんがですね、ドローンを登録した際に使ったシステムなんですけども、登録システムの ID、パスワード一つで各申請を行うことができますということで、全ての申請を1アカウントでできるようなと。 いうことになっております今までですね、システムごとの入り口はバラバラになってたんですけども、これからはワンストップポータルから全ての申請にたどり着くということになってます。今はですね、DIPS 2.0になったものもあるんですけども、今度ですね、トップページがまだできてない状態なので、それぞれからですね、入っていく必要があるというようなですね、状況になっております。これがですね、いずれワンストップポータルから全ての申請がたどり着くようになるということになっております。 で続いてですね、システム移行スケジュールなんですけども、こちらですね、令和4年2022年9月以降、12月にかけ段階的に運用開始、移行する予定ですということになっています。 飛行許可承認申請、飛行計画通報については、飛行予定日よりご利用いただくシステムが異なりますのでご注意くださいということで、こちらはですね、12月5日以降、こちらの下の方にも書いたんですけども、こちら12月5日以降というところがポイントです。こちらのですね、12月5日以降のものは新しいシステム、DIPS2.0 でやって、その場合ですね、12月4日以前のものに関しては、現行のですね、システムでやってくださいというふうになってます。そこは注意点となっております。 でですね、下がですね、スケジュールになっているんですけども、新制度関係の手続きで、技能認証とか機体認証とか形記事認証などはですね、制度開始に合わして順次機能を追加するということになっています。で、機体登録に関しては、ドローン情報基盤システム登録機能の 通称、登録システム。これはすでにですね、6月20日以降からですね、稼働しているものになっています。で、飛行許可承認に関しては、今はですね、現行 DIPS になってますけども、こちらの方もですね、DIPS2.0 の方は、11月の上手に出てきました。なので、今はですね、並行運用期間に入っております。ただし、こちら今書いてある通りですね、12月5日以降に飛行開始予定の場合は、申請に戻つき DIPS2.0 の申請が必要です、ということになっております。 で、あとですね、機体登録時に取得した ID パスワードにて飛行申請の提出が必要です。これまでに使用していた ID に基づく申請情報は引き付けませんというようなです、ね、注意事項もなっております。あと飛行計画通報ですね。今までは通称 FISS と言われる飛行情報共有機能の方を使ってたんですけども、こちらの方もですね、併用運用期間に入っております。 こちらは同様ですね。飛行日が2 0 2 2年12月5日以降の飛行計画は DIPS2.0 の通報が必要です。と、えー、いうことになっています。でですね、12月5日以前の場合は FISS で通報する必要があるんですけども、12月5日以降に飛ばす場合はですね、FISS で通報していただいた場合も、当該飛行計画が無効になるというところですね、注意が必要です。でですね、こちらの2012月の上旬からドローン情報基盤システム2.0、通称 DIPS2.0 がですね、スタートすると。 ということで、12月5日から本格的にスタートするということになっております。で、最後のページですね。 無人航空機に関する制度とシステムの遠隔というページが書かれています。まあこちらはですね、歴史が書かれているということで、まずですね、左側の方に無人航空機に関する制度が書かれています。で、右側にですね、無人航空機に関するシステムが書かれています。こちらですね、2015年から2023年まで書かれているような形になっています。まずですね、2015年のところには航空法一部改正で許可承認制度が新しくですね、創設されたということになっています。 やってます。 で、続いてですね、2019年には通達の一部が改正されたということで、飛行計画通報の義務化がされました。で、2020年にはですね、登録制度の創設がされて、2021年には機体認証、技能証明制度等の創設がされたということで、でですね、まあ、2022年から23年にかけて、レベル4飛行の実現ということで、有人地帯における補助者なし、目視外飛行、第三者上空の飛行ということになっております。こちらですね、まあ、カテゴリー3の飛行ということにもなっています。 おりますで、一方ですね、無人航空機に関するシステムということで、まずですね、DIPS というものが2018年の4月2日からオンラインでね、開始されましたということになってます。で、続いてですね、FISS がですね、 これが2019年の4月23日からオンラインで開始されましたということになってます。あとは2021年12月20日からこれはですね、ドローンの登録制度、こちらの方のオンラインがね、開始されたということになってます。今はですね、ちょうど過渡期になってまして、段階的に統合されてて、で、最後ですね、次期 DIPS リリース予定ということで、まあ、こちらが今進んでますということになってます。で、ここにはですね、機体認証制度等のオンライン受付も開始されましたよというようなですね、遠隔があるということになっております。 はい。ということで、ドローン情報基盤システム2.0、DIPS2.0 について話しました。以上となります。はい。いかがだったでしょうか今回はドローン情報基盤システム2.0、通称 DIPS2.0 について話しました。今、ちょうどですね、過渡期で今、移行期間になってます。今もですね、ちょっと3日間のメンテナンスに入っております。 現状は国土交通省の各ページの方からバナー通りから入っていただいて、こちらのですね、DIPS2.0 の方に入っていくような形になってるんですけども、こちらはですね、ワンストップポータルから全ての申請に行けるようになるということになるみたいです。今はですね、ちょっとわかりにくい場所に、そちらの方のですね、機能がね、ある状態なんですけども、そちらの方もですね、整備しているという状況みたいです。今回のですね、メンテナンス出てくるかどうかというところはちょっとわからないんですけども、明日のですね、20日の夕方までにはですね、メンテナンス 終わるというようなことが言われてますのでもしですねワンストップポータルとかできましたらまたその時にはですね新たに皆さんと情報シェアの方をしていきたいと思います今回はドローン情報基盤システム2.0 DIPS2.0 が結構わからないと今回新しいシステムどういうことで新しくなったのということがですね結構質問とかでも寄せられてましたので今回は国土交通省の方でうまく資料がまとめられてましたのでそちらの方ですね紹介させていただきましたということでですね今日の話題はね以上となります このチャンネルはこのような話とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかをしてたりします。あと冒頭でも申し上げました通り、私のチャンネルはメンバーシップを開設しております。今は月額690のコースの方で、2020年12月から始まります、ドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回で行っております。メンバーシップの参加方法なんですが、 私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますのでそちらから入っていただくとメンバーシップの手続きの方を進められることができます。ぜひほど参加のほどお待ちしております。では次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークルでした。さよなら。バイバイ。